トリトンの大気はトリトンの上空8 0 0トルまで広がっている。蘇生はタイタンの大気や地球の大気と同様に主に窒素である。地表での気圧はわずか14マイクロバールであり、地球の約7万分の1である。もともとトリトンは厚い大気を持つと考えられており、1989年に接近したロイジャー2号によって観測された。 その後の観測で温度が上昇していることが示されている。トリトンの大気の主成分は窒素である。その他にメタンと一酸化炭素の存在が知られているが、その量は窒素の数百分の1%程度である。2010年に地上からの観測で発見された一酸化炭素はメタンよりも若干量が多い。窒素に対するメタンの量は2001年に イタリテンに達したことによるトリトンの温暖化のため、1986年と比べて4倍から5倍に増加している。その他、トリトンの大気にはアルゴンとネオンが存在する可能性も示されているが、1989年のボイジャー2号による紫外線スペクトル観測では検出されなかったため、その存在量は数を超えないと考えられている。 上述の機体の他に、大気上層には、メタンの光分解で生成したかなりの量の水素、原子、水素分子も含まれる。この水素はすぐに、宇宙空間に逃げ、海洋星の磁場中のプラズマの源となる。同様の素性を持つ、太陽系の惑星及び衛星には、地球、タイタン、冥王星、そしておそらくはエリスがある。トリトンの大気は構造化されている。大気は、 外気圏との境界が存在する地表から8 0 0トルまで広がっており、1989年時点で地表の気圧は約14マイクロバールであった。これは地球の地表大気圧の約7万分の1に過ぎない。トリトンの個体窒素は六方細密重点結晶の状態をとっているため、地表気温は少なくとも 立方合子構造への転移温度である 35.6K 以上である。また、トリトンの大気における窒素の蒸気圧平衡から温度の上限は 40K 台前半である。最も可能性の高い温度は1989年時点で 38.1K である。1990年代になると、工術のトリトンの温暖化により、気温は約 1K 上昇した。 太陽によって加熱されたトリトンの地表付近での対流によって高度約 8km までは対流圏が形成されている。対流圏では気温は高度とともに低下し、対流圏界面で最低の約 36K に達する。トリトンの大気では対流圏と熱圏からの熱が放射冷却と釣り合うそうである清掃圏は存在しない。 大流圏の上には熱圏と外気圏がある。熱圏では気温は高度とともに上昇し 300km で一定の約9 5 k に達する。上層大気はトリトンの弱い重力のため常に宇宙空間に漏れている。その速さは1秒あたり約 0.3kg に相当する約1025個の窒素分子である。 ボイジャー2号が観測したトリトンの円にかかる蜘蛛固体窒素の粒子は地表から数キロメートル上空の大流圏内で雲を形成する。その上では地表から約30キロメートルの高度までもやが広がっている。これらは太陽や恒星からの紫外線がメタンに作用して生成される炭化水素やニトリルであると考えられている。1989年、ボイジャー2号は 地表付近で東方向または北東方向に約5から秒速15メートルの速度で吹く風を発見した。その方向は南極間上空で南西から北東に広がるくらい筋の観測によって決定された。1989年は南半球が夏だったことからこの風雨は南極間からの古体窒素の消化に関連していると考えられている。 気体窒素は北方に動き、コリオリ力で東方に進路が曲がり、地表付近では高気圧となる。大流圏の風は、マイクロメートルの大きさの物体を巻き上げることが可能で、筋を形成する。大気中を約8キロメートル上昇し大流圏海面に達すると、風の方向が変化する。極と赤道の温度差に従って、現在は西向きに吹いている。この高層の風は、 トリトンの大気を歪ませ、非対称にしている。この非対称性は、1990年代に起こったトリトンによる太陽の遠平の際に実際に観測されている。ボイジャー2号の到着以前には地球の30%の密度を持つ窒素とメタンの大気が提示されていた。これは、火星の大気と同様に、かなりの過大評価であった。しかし、火星の大気と同様に、 初期には密度の大きい大気を持っていたと考えられている。ボイジャー2号は1989年に海王星に最接近した後、5時間にわたりトリトンの上空を飛行した。この間、ボイジャー2号は大気を測定し、メタンと地一素を発見した。1990年代、地球の天文台からトリトンの円による恒星の遠平の観測が行われた。 これらの観測により、ボイジャー2号のデータから推測されるよりも濃い大気の存在が示された。1990年代後半には、地表での気圧は少なくとも19マイクロバール、もしかすると40マイクロバールになると考えられた。別の観測では、1989年から1998年にかけて気温が5%上昇していることが示された。 トリトンの大気を研究した科学者の一人である、ジェームズ・エル・エリオットは次のように述べた。少なくとも1989年以来、トリトンは温暖化の時期に入っている。割合では、これは非常に大きな上昇である。これらの観測結果は、トリトンが数百年に一度イタリテン付近で経験する暑い夏の季節に入っていることを示している。また、トリトンの地表の霜が消化し、 氷のアルベドが低下するため、より多くの熱が吸収されるようになる。別の理論では、温度の変化は、地質過程で暗く赤い物質が堆積した結果で、あるとする。トリトンのボンドアルベドは、太陽系で最も大きく、アルベドの小さな変化に敏感に反応する。トリトンウォッチトリトンウォッチプログラムでは、天文学者がトリトンの大気の変化を観測している。 アメリカ航空宇宙局の基金によって創設された。ありがとうございます。